有本香里が日本政府の隣国への対応に怒り心頭。日本保守党の事務総長有本香里さんが YouTube の配信で日本政府が発表した補助金について発言しました。経済産業省は先月の21日にとんでもない発表を行いました。それは韓国の大手電子企業であるサムスン電子が横浜市に設立予定の新しい半導体研究施設に対して最大200億円の補助金を提供するというものです。この施設は日本国内の半導体素材メーカーや製造装置メーカーと協力し、次世代半導体の研究開発を推進することを目的としています。サムスンのこの新拠点に対する総投資額は400億円を超える見込みで、経済産業省はその半分にあたる最大200億円をポスト 5G 基金から補助することになります。この基金は半導体技術の支援を目的として設立されたものです。この新しい研究施設は半導体の後工程技術、つまりチップの組み立てや成形に関する技術の研究が行われます。特に AI や 5G などの高速通信規格に対応した高機能半導体の製造技術が研究の焦点になります。これらの技術はチップを積層することで情報処理速度を向上させることを目指しています。このプロジェクトは日本の半導体産業にとっても重要な意味を持つと報じられているようです。次世代半導体は世界的に需要が高まっており、経済産業省はこの研究支援が日本企業のイノベーションに付与すると考えています。このような国際的な協力は日本の半導体産業の競争力を高め、グローバルな市場での地位を強化することにつながると考えているようです。経済産業省のこの決定は国際的な技術協力と産業の発展を促進するという日本政府の意思を示すものであり、今後の半導体産業に大きな影響を与えることが予想されます。これについて有本さんはなんてことをやってくれているんだと怒り心頭のご様子でした。これは極めて常識的な反応だと思います。この件について当チャンネルの解説員松野博子さんに解説していただきます。松野さん、サムスン電子の新しい半導体研究施設に対して最大200億円の補助金を提供するということですが、補助金ということはこれは投資ではなく実質的には差し上げるということになりますよね。日本がなぜ韓国の企業のためにこれほどの大金を出す必要があるのか、私には納得がいかないのですが、見解を伺いたいと思います。おっしゃる通りです。この補助金は投資というよりは外国企業への直接的な支援という性質を持っています。確かにこのような大規模な資金提供は多くの人々にとって疑問を呈するものです。特に国内の産業や技術開発にも同様の支援が必要な状況を考えると、外国企業へのこのような大きな補助は国民の理解を得るのが難しいかもしれません。国民の税金を使って外国の企業を支援することには多くの人が疑問を持つでしょう。その通りです。国民の税金を使う場合、その使い道は非常に慎重に選ばれるべきです。特に国内の産業や技術開発が支援を必要としている場合、そちらに資金を優先的に配分することが望ましいでしょう。外国企業への補助金は、国内の産業や技術開発に対する投資と比較して、その効果やリターンが明確でない場合が多いですからね。国内の産業や技術開発への投資を優先すべきということですね。それは納得がいきます。はい。国内の産業強化と技術革新は、長期的な経済成長と国際競争力の向上に不可欠です。そのためには、国内のリソースを効果的に活用することが重要です。松野さん、ありがとうございました。このニュースを聞いて、私はただただ怒りを感じずにはいられません。日本政府がなぜ私たちの税金を使って外国企業に膨大な補助金を提供するのか理解に苦しみます。私たちの国は技術と200億円もの補助金を提供することになります。
この件について経済安全保障アナリストの平井浩二さんが真実を解説しましたが、これらの恩恵は日本国外の工場で享受されることになるのです。これは一体何のための支出なのでしょうか。日本の半導体産業の発展と国際競争力の向上を目指すというのは理解できますが、そのためにはまず国内の産業を支援し、国内の技術開発を優先すべきではないでしょうか。私たちの税金が外国企業のために使われることに多くの国民は納得できないはずです。サムスン電子のような世界的な大企業に対して日本政府がこれほどの金額を提供することは、国内の小規模な企業やスタートアップに対する支援をないがしろにしているように思います。国内の多くの企業が技術開発や市場拡大のために苦労している中、政府は国内の産業を見捨て外国企業に資金を提供しているのです。このような政策は国民の信頼を損ない、国内産業の発展を妨げるものです。政府は国民の声に耳を傾け、税金の使い道をもっと慎重に考えるべきです。私たちの税金は私たちのために、そして私たちの国の将来のために使われるべきです。政府のこのような行動は国民の利益を無視したものであり、許されるべきではありません。今回は韓国企業に充てられる膨大な補助金についてお伝えいたしました。この件について私は日本政府に対して深い怒りを感じています。表面上は日本の半導体産業の発展と国際競争力の向上を目指すというこの政策は一見すると合理的に思えるかもしれません。しかし実際には私たちが納めた税金と長年にわたり日本が磨き上げてきた技術が海外の企業に流れていくということになるのです。これが日本政府のやることでしょうか？私には到底理解できません。私たちの税金は国民のため、国内の産業のために使われるべきです。しかし今回のように外国の大企業に対して巨額の補助金を提供することは、国内の多くの企業や技術者たちを無視する行為です。日本国内には技術開発や市場拡大のために支援を必要としている多くの企業があります。それにもかかわらず、政府は国内のニーズをないがしろにし、外国企業に資金を提供しているのです。さらに、日本が長年にわたって培ってきた技術が、このような形で海外に流出することは、国内の技術開発の努力を無駄にするものです。私たちの技術は国内の産業を支え、国内の雇用を創出するために使われるべきです。しかし政府のこの決定は、まさにその逆を言っていると言えるでしょう。このような政策は国民の信頼を損ない、日本の将来に暗い影を落とします。政府は国民の声に耳を傾け、税金の使い道をもっと慎重に考えるべきです。私たちの税金と技術は私たちのために、そして私たちの国の将来のために使われるべきです。政府のこのような行動は国民の利益を無視したものであり、許されるべきではありません。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。